今後はオタクと取引しませんよと言い、新規参入を妨げた疑いです。公正取引委員会は今日、がん検査薬最大手の日本メジフィジックスに対し、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に入りました。日本メジフィジックスの検査薬は、がんの早期発見のために使われていて、これまで市場をほぼ独占してきました。しかし、卸売業者が新規参入した別の会社との契約を検討すると、今後はオタクと取引しませんよなどと圧力をかけ、妨害していた疑いがあるということです。日本メジフィジックスは、検査に真摯に協力するとコメントしています。